天文20年1551年周防山口の戦国武将末春方が政変を起こし、主人である大内義隆を自陣に追い込んだ。この時毛利元就は末春方に加担して大内義隆に反旗を翻した。義隆は最近ことにふぬけてしまって、側近に政治を任せるようになってしまった。奴に恩義があるとしても、こちらの安全保障を考えた場合、早々に裏切り勢力を拡張した方がいい。しかも末春方が主導しての政変だから、こちらに道義的な批判を受ける心配もない。政変に成功したとしても、春方は主君殺しの汚名を拭えない。奴に反発する者も数多く出てこよう。こいつらをうまくこちらに取り込んで勢力を拡大する。大内家の政変を側面から支援した元就は、支配領域を大幅に拡大した。秋、備後のほとんどを支配下に置くほどの勢力に拡大したのだった。しかし、それが戦後、その領域をめぐって末春方と対立することになったのである。元就の狐め、どさくさに紛れて領土を拡張しただけでなく、畑返し城まで求めてきやがった。これ以上、毛利を増長させるのは危険すぎる。絶対に畑返し城は毛利には渡さん。ここに畑返し城を我々、末の直轄領と宣言し、すぐに軍勢を送り込んで毛利を牽制する。腹立たしいが、今は奴の言うことを黙って聞くことにしよう。奴は毛利を警戒している。このような時に目立った動きをして末と全面対決するのはあまりに危険すぎる。愚かな強引さよりも賢い妥協こそ今は大事。こうした中、天文22年1553年石見国津和野の吉見政頼が末春方に反旗を翻した。春方は主人である大内義隆を自陣に追い込んだ後、代わりに義長を大内氏の傀儡当主に据え、牽制を振るい始めていた。それが大内氏の家臣や国衆たちの反発を買っていたのだった。すぐに政頼を討伐する。春方は吉見政頼がこもる三本松城を攻撃。しかしうまくいかず、大掛かりな包囲戦を展開することになった。そして毛利にも出陣を要請した。末春方より吉見討伐の出陣要請が来ています。しかも重臣4名を人質としてこちらに送ることまでしての要請です。よほど春方は困っていると見えるな。奴が困るのは結構なことよの。ことによっては我々をもっと高く売れますしな。これから我らがどう動くべきか高本を呼んで表情を行う。は。高本、末が出陣を求めてきている。お主ならどうする？春方は主人殺しのデス野郎です。中不中の区別もできないデス野郎のことだから、何をしでかすか分かりません。仮に毛利が出陣して吉見を討伐しても、それを恩義に感じて褒美を与えるどころか逆に中殺するような輩だと思います。だからといって末を無視できるほど我らに力はありません。ここは末に兵を送るにしても妙大の派遣にとどめて兵も小規模にすべきかと存じます。いや、わしはそうは思わぬ。春方は信頼できる男よ。政変の後にも毛利の領土拡大を大部分認めてくれたしな。毛利家にとっては恩義がある。この度はその恩義に応えて、わし自らが吉見討伐に参戦しようと思う。吉見討伐に行ったら最後、春方のゲス野郎に中殺されるかもしれませんぞ。父上は甘すぎる。その通り、わしの言葉は甘すぎる。しかし、わざとバカなことを言うのも一興。親子それぞれがあえて正反対の意見を出すことで重臣らの動向を見極めることができる。さらに、あの腐れ下道の春方に淡い期待を抱かせつつ、同じように吉見政頼にも希望を与え続けることもできる。時間稼ぎを十分にしてやる。元就は実に半年以上にわたって春方と政頼の両方に来園の希望を抱かせるという二股外交を展開したのだった。そして天文23年1554年5月12日、戦いの準備は十分整った。今より主君殺しの逆賊末春方を討つ。元就は末春方と断交し、吉見政頼指示に乗り出したのだった。元就の動きは早かった。5月12日、元就は吉田郡山城を出発、将兵3000余騎を動員して末方の佐藤金山城、小井城を陥落させた。続いて草津城、桜尾城を落とし、門山城を攻略、厳島も占領した。この時末春方は未だ三本松城を包囲している最中だった。あの腐れ下道の狐野郎めが半年以上も待たした挙句に裏切りやがった。情勢は変わった。真の敵は元就の下郎。すぐに吉見政頼と和睦し三本松城の包囲を解いて元就を討伐する。は。わしは吉見との和睦交渉のためすぐには毛利討伐に向かえん。
代わりに宮川房永は先陣として3000の兵を率いて桜尾城の奪還に向かえ、交渉が妥結次第本隊も後を追って毛利軍を潰す。末軍が桜尾城に向けて進軍してきているが、末軍の本隊の動きが全く読めない。末の本隊の動きがつかめないのなら、とりあえず籠城して動向をつかみましょう。その方が確実です。それよりもすぐにでも出陣して敵の先陣を殲滅した方がいい。もし敵の主力がそれを待ち望んで攻めかかってきたらいかがいたします？それはあるが、敵は7000といえども烏合の衆だ。まともに統制が取れてるとは思えない。そこが狙いよ。作戦は以下の通り。まず高兼は小早川軍を率いて海辺から敵陣の背後に迫る。元春は吉川軍を率いて押し木端の山北から敵陣の側面を突く。そして宍戸高家らも同じく押し木端の山北から敵陣の側面を突く。そして鷲戸高元の主力でもって正面から敵陣を襲う。という作戦じゃ。簡単に言えば四方より攻撃を仕掛けて敵を殲滅するということじゃ。もししくじっても山深い地形のため敵も大軍でもっての追撃はしにくいだろう。成功すれば敵に大損害を与えられる。そうかもしれませんが、この作戦を成功するためには2つのことが達成しなければなりません。第一に敵が前方の確認を怠って離乱していること。第二にお味方が適切な時間と場所に集まっていること。この2つのことが同時に成立しない限りこの作戦は失敗です。緻密な作戦であるためにかえって成功するのは困難かと。確かにそうだが、成功すれば得られる果実は大きい。何よりも行動せずただ闇雲に籠城することの方が危うい。敵は長旅で疲れ切っているはず。数に頼んで油断もしているよ。ここは一発博打を打つ。元就は末軍の先陣を奇襲攻撃することに決めた。9月15日正午頃、決められた地点に軍を進めるように。毛利全軍が桜尾城から出撃しようとしたその時、厳島神社から悟空舞と巻物が届く。見よ、厳島の神が我らについているぞ。勝利は間違いない。日頃の厳島への信心が通じた。ありがたいことする。こうして毛利軍は厳島明神の御加護を信じ、誘約して末軍が布陣している押し木端に向かって進軍したのだった。この頃宮川房永が率いる末軍は途中で4000もの兵が加わり7000の軍勢になっていた。一方毛利軍は3000余りの軍勢だった。お味方は然るべき位置に布陣したものと心得ます。まずはが本体でもって攻撃を仕掛け敵を誘い出す。元就は宮川房永が率いる末軍7000に襲いかかった。元就高元本体が敵軍の正面をついて誘い出したところ、宍戸隊が山北の背後から襲撃し、さらにその左右から小早川吉川の両軍が攻撃した。末軍は瞬く間に崩壊。総大将の宮川房永をはじめとして750余りの戦死者を出して末軍は敗北した。毛利軍の完勝だった。こんなに完璧に勝利できるとはな。この勝利は大きい。求心力を高める契機にもなるだろうて。春方の野郎が黙って何もしないことはあるまい。いずれ決戦になる。その前にこちらは押し木端の勝利を大きく宣伝して末についている諸将をこちら側に引き寄せる。この勝利の後すぐに元就は末の本拠の富田浦を奇襲し平坦の分断にかかった。三本松城を包囲している末軍を牽制してやる。生徒はさほどでなくともこれは後々の布石になる。この押し木端の戦いの後の8月下旬、春方は吉見正頼とは和睦した。老いぼれ狐の小高しい謀略なぞ。圧倒的な力で潰してやる。あの戦いに負けたのは痛かったが、こちらは焦らずにじっくり毛利を潰せばいい。一方の元就は春方との戦いを有利に進めるため次々と手を打っていった。我らにとって都合のいいことに現在尼子は内紛により統治がおぼつかない。よってすぐには末と行動を共にして毛利を攻撃するようなことはあるまい。我らが最も恐れる尼子からの攻撃はひとまず計算せずともいい。こちらとしてはまず春方を牽制するため奴の背後にいる大友義重と友好関係を結ぼう。元就は大友義重に無前、筑前の領有を認める代わりに周防、長門の領有を認めさせ、さらに末の味方にならないように迫った。加えて元就は小児冬久にも密書を使わし、末との断交と末が領する無前、筑前への乱入を促したのだった。末と決戦するためにもまずは領土周辺を固めねばならぬ。我らに組みしない矢野城は攻め滅ぼし、周辺を確固たるものにせよ。
矢野城は毛利軍の攻撃によって落城した。その後、元就は安芸国内の反毛利勢力を鎮圧し、安芸一国をほぼ手中に収めた。一方、末春方の方でも毛利包囲網を形成しようとしていた。まず、毛利の背後にいる天子春久とは僕を結び、毛利攻めだけに注力する。また春方は毛利についていた呉の海の水軍を調略して味方に引き寄せることにも成功した。末が天子とは僕したという腐れ下道の春方だが、敵ながら刺すがというほかない。もはや波の戦略では毛利は圧迫を受け続け、自利品になってゆくばかりです。そうだ、ゆっくりはしてられない。時が経てば天子は勢いを盛り返し、我らを攻撃してくるやもしれん。我らは末の小次郎を奪取して勢いがいいが、冷静になって俯瞰してみれば、むしろ追い詰められているのは毛利の方だ。末が正攻法で時間をかけて攻めてきたら、毛利は潰れてな。末との勝負に勝つためには小さな謀略を一つ一つ積み重ねて、最後に大博打を打つしかない。すなわち最後に敵の思いもしない奇襲をし、春方の首を取る。しかしそんなうまい方法がありますか。厳島に春方を呼び込んだ後に奇襲でもって殲滅するのはどうじゃ。しかしそもそも春方が厳島に上陸するかも分かりません。いや、奴は必ず厳島に上陸する。奴としてはどうしても厳島を取っておきたいはず。まあ見ておれ、これを確実にするために小細工もしておく。まず宮尾城に毛利与蔵を入城させ、宮尾城が末に奪われることをわしが恐れているという噂を流させろ。与蔵は春方を裏切って毛利側についた男だ。春方は与蔵の裏切りに腹を立てているだろう。それだけでも与蔵を撃つために春方自身が厳島を渡るやもしれぬわ。たとえ春方が厳島に上陸したとしても、その後我らが敵に知られることなく厳島に上陸し、さらに奇襲するのは至難の技。だからこそ大博打なのだ。こんな捨て身の戦い方しかできない時点で、すでに我らは積んでいる。積んでいる以上腹をくくるしかない。小さな可能性にすがって小さな謀略を積み重ね、最後の戦闘に全てをかける。失敗すれば即死。捨て身の奇襲攻撃という手段はあまりに危険すぎます。そもそも我らはまだ末軍と戦う力は十分にあります。積んでいるとは言えません。いかに末軍が大軍といえども、我が領土に引きずり込めば地の利を得ている我らの方が有利。春方もそのように考えているだろう。それゆえに奇襲は効くのだ。どうしても厳島で春方を撃ちたいのであれば、奴を厳島に上陸させた後に海上封鎖して日殺しにすれば、我らの損害も少なくて済みます。いや、それはまず不可能。そんなことをやったら末軍の奴らと同様に厳島の商人らも多数犠牲になるだろう。そうなれば毛利は恨まれ、その後の統治が難しくなろう。目的のためには手段を選ばず、手は国が滅ぶ。手段は目的と釣り合わせねばならぬ。それに長い時間をかけての完璧な海上封鎖なんてできるわけがない。日殺しのような非道なことをしていれば、毛利に付き従った水軍らも途中で寝返るかもしれん。いいか、この作戦の要諦は、末軍を厳島に上陸させた後、末軍の船を焼き払い奇襲でもって一気に殲滅することにある。ことの成否を決めるは水軍ぞ。たとえ奇襲に成功したとしても、春方を逃してしまったら本当の勝利ではない。万が一にも当該に逃さぬように周囲の海域を制圧しなければならない。そのために重要なのが来島、因の島の村上水軍ぞ。すでに因の島の村上水軍は我らについている。残りの来島の奴らが我らにつかなければ、この戦いは難しくなる。春方の下道は船舶から通行税を徴収するという村上水軍の海上特権を剥奪したと言います。これは抗議。村上一族は春方を恨んでいようで、もしも毛利につけば村上水軍の海上特権を永久に保証すると村上一族に伝えよう。さらに高影の養女を来島道康の元へと継がせて、来島一族と婚姻関係を結び、稲川をでもこちら側に引きつけるようにせよ。大内一と言われる名将の偉草秀がこちらに組みする素振りを見せております。もしも折につくのであれば、新たに300貫の加増を約束しよう。それで草秀を寝返らせよう。しかし偉草秀はさらなる加増を求めて元就の申し出を断った。草秀の下道がさらに加増を要求してきやがった。金に汚ねえやつは信用できねえ。草秀がこちら側に来れば末の損失にはなる。しかしこちらにとっても持て余す存在になるから、毛利の利得にならどうせ状況が変わればまた末の方につくだろうしな。要は末の方につかなければいいのだから、奴がこの世からいなくなっても毛利としては困ることはない。草秀との手紙のやり取りがあることは事実だから、これを末春方に教えて、あちらで草秀を始末してもらおう。さすればこちら側にとって利益となる。
もし末が房秀を始末しなかったのなら、末から送り込まれた患者の可能性があります。こちらとしては房秀を十分に警戒せねばなりませんぞ。当方も宿老の桂本住を末にわざと内容をさせてあるしな、末の方でも同じことをしてくるやもしれん。まあとにかく末の動きを見てみようや。元就は江良房秀に誠意がないと見るや、末春方にこの裏切りを密告した。房秀の腐れ下道がわしを裏切り元就と内通しているという情報を得た。元就の謀略かとも疑ったが、これは紛れもない真実、謀殺するしかない。こうして江良房秀は天文24年1555年3月16日岩国の琥珀院で謀殺されたのであった。房秀を亡くしたのは痛かったが、こちらも毛利の宿老である桂本杉を引き入れて毛利の結束に楔を入れてやった。結束に楔を入れるという点においては五分五分といったところか。ちょうどその頃、桂本杉から末春方へ密書が届いた。その内容は、末春方自らが厳島の宮尾城を攻めれば毛利元就は都会して戦うだろうから、その時桂本杉が毛利の本拠の吉田郡山城を占拠するというものだった。これは何でしょうか。何かの罠ではありませんか。しかし桂本杉が元就を恨んでいることは歴然たる事実。なぜなら奴の父親は元就めに責められて自害しているんだから、わしを陥れる言われはない。仮にわしを厳島におびき寄せる罠だとしても、厳島を無視することはできない。厳島は商いが発展している土地ぞ。このまま毛利に取られたままだと税収は奴らのものとなり肥え太らせてしまう。また毛利に厳島一帯の政界権を握られてしまっている。とんだ裏まで奇襲されて我々の兵端を分断してきやがったこともあった。このまま放置しておくことは後々の憂いとなる。まず厳島を一気に占領するところから毛利討伐を始める。お待ちください。厳島なんぞ一切無視して陸路より一つ一つ毛利方の城を潰していけばいいではないですか。我が軍勢は2万人、対する毛利軍は集めてもせいぜい4000に過ぎません。ここは手堅く陸路より毛利の城をじっくり攻略していけばいいでしょう。手堅い作戦ならばこそまず厳島を攻略せねばなるまい。あそこを毛利に取られたままだと後方をかく乱されかねない。何も心配するには及びますまい。まだ敵に政界権を握られたとは言えません。我らには毛利を上回る水軍があり、船を使った補給には何も不安はありません。それでも厳島を毛利に取られているということは補給や兵員の輸送にも支障をきたすこともあろう。無論大丈夫だとは思うが、高校の無礼なく作戦を遂行しようとすればやはり厳島は取らねばならぬ。しかし桂本住の話を信じるのは危険すぎます。別に信じてはおらん。たとえ嘘であっても作戦には何の支障もきたさんはず。圧倒的大軍勢でもって厳島を攻略すれば、たとえ元就の攻略であっても何の意味もなさんは。もし奴の言うことが本当なら、その時は元就の首が厳島で取れるというだけのことよ。しかしもし我らが上陸した後に海上封鎖されたら、我らは補給が断たれ全滅してしまいますぞ。その心配もない。なぜならお主が申す通り水軍の力でも毛利を圧倒しているからだ。それでも戦というものは状況が目まぐるしく変化します。予期せぬことも起きましょう。たとえ元就の罠であっても大軍勢でもって一気加勢にことに当たればいい。さすれば何の危険もなく短期間に厳島を奪還することができる。短期間であれば毛利が我らをしのぐ水軍力をつけることは不可能であろう。であるならば補給を断たれる心配もない。それに厳島の宮尾城にはわしを裏切った毛利与蔵がいる。やつをぜひとも血祭りにあげて、さすれば裏切るような軽薄なやからもなくなるだろうて。天文24年1555年9月20日、末春方率いる2万の大軍は岩国から厳島を目指した。そして22日、早くも厳島の上陸に成功し、当の丘に本陣を置いた。早々に宮尾城を攻略せよ。しかし春方の予期に反して宮尾城の抵抗は激しく、末軍は容易に落とすことができなかった。無理をしてこちらの損害が多く出るのも面白くない。焦らずじっくりと落とせばいい。まず城の水の手を切り、堀を埋め、奴らの櫓を崩せ。この時元就は佐藤金山城にいた。9月24日春方動くの方に接した元就は3500の軍勢を率いて出陣。26日草津城に入った。宮尾城から相次ぐ救援要請が来ています。堀もことごとく埋められ落城間近です。まずい。もはや一刻の猶予もない。城が落ちてしまえば奇襲の効果がなくなってしまう。敵が城に入り込んでしまうか、すぐにでも島から撤退してしまうかもしれないからな。元就は神に祈った。頼む、何とか落ちないでいてくれ。しかし毛利軍は動けない。
高影に頼んでおいた来る島の村上水軍が未だ到着しない。奴らがいなければ一帯の政界権を握れない。握ることができなければ末の軍船を焼き払うことも限定的にしかできず、致命的な打撃を与えることが不可能となる。作戦そのものが破綻してしまう。高影に急ぎ伝え、来島の村上水軍は来るのか来ないのか、来るのならいつ出立するのかすぐに報告しろ。もはや猶予はない。来島の村上水軍は伊予の河野家のお抱えの水軍だった。そのため元就が頭を下げて頼んだからといって彼らが味方になってくれる保証はどこにもなかった。熊谷信長、すぐに宮尾城の救援に向かってくれ。この目的は3つある。城内の士気を鼓舞することと、時間稼ぎ、そして直線的な経路で上陸すること、敵に印象づかせることだ。我らの真の目的は迂回して上陸し、奇襲をもって敵を殲滅することにある。はじめに直線的な経路で上陸することで敵に迂回経路の注意をそらすことができよう。高影と来島の村上水軍が到着するまで何とか城を持ちこたえてくれ。元就が催促の手紙を出しても、小早川高影と来島の村上水軍は姿を見せなかった。高影のやつは一体何をしている。使いをよこしても連絡は全く来ない。高影に伝え、とにかくお前だけでもすぐに来いと。船数は少なくなるが、高影が来なくては戦いにすらなら。9月28日、やっと小早川高影が到着すると、元就は草津城を出て地御前に向かった。しかし高影だけでは不十分。ぜひとも来島の水軍が欲しい。来島の下郎め、約束しておきながらなぜまだ来ないのだ。だがこのまま来島の村上水軍を待っていたら勝機を失っても致し方あるまい。今からすぐに地御前に向かい、そこから厳島に渡る。元就が地御前に到着すると、ついに待ち望んでいた来島の村上水軍が応援に駆けつけた。元就が必死に駆け集めた船は合計で110艘余りしかなかったが、来島の村上水軍の船は200から300艘という大変な数だった。来島の村上水軍が毛利側につき、元就の思惑通りに全ては動き出していく。いよいよ春方の腐れ宿を打つ時となった。作戦は以下の通り。まずわしと高本、元春ら主力が海を渡り、堤ヶ浦に上陸。朝を待って春方の本陣である塔の丘を奇襲する。高影が率いる別動隊は朝まで近海に待機後、大鳥居の正面から上陸する。さらに宮尾城の将兵と合流して春方の本陣を襲う。最後に来島の村上水軍は末軍の船を全て焼き払う。以上だ。すぐに行動に移れ。お待ちください。この奇襲には問題があります。まず夜間に船で移動することが難しいこと、さらに海が荒れているため途中で難破してしまう可能性があること、それに運よく上陸に成功しても、もし末軍の物見が博打尾あたりにいたら我らの動向は丸見えで、奇襲そのものが初めから失敗します。正論正論だが、その正論を積み上げていってもこの勝負には勝てない。最後の最後に不合理で奇抜なことをしでかすしか我らに勝機はない。春方が油断する愚か者であることを祈れ。そしてただただ厳島大明神に祈り続け、突っ込むのみ、命を天に預けよ。勝てば天才、負ければ武将、この境はただなの。ふう、しかし来島が来たことで勝つ確率は上がった。9月30日夕方、小早川高影率いる別動隊と村上水軍は厳島神社の大鳥居に向かった。続いて午後6時ごろ、暴風雨の中、毛利元就率いる本隊も出航した。この暴風雨の中だ、春方は完全に油断しているかもしれぬ。敵の愚かさに欠けるしかないとは、我ながらあまりに情けないが、これしか勝機が見つからぬからしょうがない。不思議なことに、途中で暴風が止んで航海は順調に進むと、午後10時ごろ、元就率いる本隊3000は宮尾城の裏側にあたる堤ヶ浦に上陸した。すべての船を引き上げさせろ、退路を断ってことに臨む。排水の陣を敷いて将兵一丸となって戦に臨まねば、この勝負勝てんで、今からすぐに博打尾を目指す。かがり火を多数たけば敵に見つかるやもしれぬ。よって戦闘にのみかがり火を許す。漆黒の闇の中で同伴すれば道に迷うかもしれぬが、敵に発見されにくい。これも一つの賭けよ。毛利本隊は吉川元春を先陣として博打尾を目指して同伴した。毛利元就、高本も後に続き、道に迷うことなく登頂に成功。早朝の総攻撃まで待機した。あとは春方が油断して我が軍の動きを全くつかめていないことを祈るのみ。一方、小早川高影の別動隊は、海が荒れすぎて夜明けまで海上で待機することは不可能。
船酔いが激しすぎて戦うどころではないわ。一刻も早く上陸せねば。別動隊は暴風雨のために船のコントロールが効かず、一旦帆の裏とまで南下してしまうが、なんとか大本裏あたりまで来ることができた。しょうがねえ、すぐに上陸を敢行する。小早川高影の別動隊1000人余りは夜のうちに大胆にも敵船がひしめく大鳥居前に上陸した。我らは筑前から参ったみたかない。この大胆な行動に末軍はその言葉を信じ込んで上陸を許した。夜間ということもあり敵味方の区別ができなかったのである。小早川高影は堂々と敵中に紛れ込み攻撃の機会を伺った。村上水軍もまた末の軍船を撃滅するために大本浦沖に待機していた。明けて10月1日午前6時ごろ、この位置だと敵の軍勢の様子が手に取るようにわかる。返り討ちされる心配もないぐらい敵は油断しきっている。味方の水軍も予定通り海上でうまく待機しているが、これで勝てる。何の憂いもなく突撃できる。元就は太鼓を合図に3000の将兵を末軍に突撃させた。毛利本隊は時の声を上げながら博打を駆け下って当の丘の末軍本陣に攻め寄せた。この時末軍は見張りも置かず厳然の宮尾城にのみ注意を向けていて、博打尾あたりからの敵の攻撃は全く想定していなかった。新たな敵が山を下って攻め寄せてきます。お味方は壊滅状態。毛利の奇襲か。ここは一旦引き上げて体勢を整えよう。冷静になれば我らは2万の大軍ぞ。時さえあれば毛利の安原を返り討ちにできる。しかし毛利軍は末軍に時間的猶予を与えなかった。末軍は一旦厳島神社方面に引こうとするが、小早川の別動隊からの攻撃を受けることになった。攻めかかれ。さらに宮尾城の城兵は門を開いて攻めかかり、末軍は強撃される形となった。まずい。狭い海岸線で強撃されている。それに味方は完全に混乱。指揮命令が末端まで届かない。さらに少し離れたところに布陣していた末軍最強の広中高兼が駆けつけたことを新たな敵軍と勘違いした末軍は同州地までしてしまう。とにかく春方様を見かせ、我らはここに踏みとどまり敵の攻撃を阻止する。広中高兼は500の軍勢で踏みとどまり押し寄せる吉川元春の攻撃を防いだ。しかし新たに毛利軍が加勢すると広中高兼は敗走を余儀なくされた。高兼の首を取って手柄にしろ。敵の追撃を阻止する。火矢を放って食い止めよう。高兼の下道め、火が厳島神社に燃えるつったらただじゃおかね。今はあの下道を撃つより追撃をやめて神社に燃え移らぬよう消火する方が先だ。すぐに火を消せ。火矢を放った広中勢は毛利の追撃を逃れて山中深くに逃亡した。大本浦では海上で待ち構えていた村上水軍によって末軍の船団が次々に焼き払われていった。このため末春方は海からの脱出が不可能となった。毛利軍の強撃を受けて狼狽する末軍の将兵たちは我先と島から脱出しようとしてわずかな船を奪い合い溺死する者が続出した。船で逃げることも不可能。味方は壊滅状態で立て直すことも不可能。しかし逃げるのかにすではない。でも逃げられない。突然の奇襲に2万の末軍は混乱を極め午後2時ごろには総崩れとなった。船を得ることができなかった春方はわずかの金銃を連れて西南の方へ逃げ落ちていった。春方を追う。毛利軍は春方をしつこく追跡。なんとか脱出できる船はないのか。しかしついに船を見つけることができず身体極まって西岸の大江の裏に至った春方はここで自陣を余儀なくされた。享年35。春方は自陣したがまだ戦いは終わらない。広中高兼は山中深くまで逃走し抵抗していた。高兼を生かしておいても後々毛利に災いをもたらすだけ。この際奴らに付き従う輩は全て討ち取るべし。毛利軍は10月2日深夜から3日未明にかけて広中高兼とその老頭100人余りを見つけ出しこれを全て討ち取った。こうして末軍は壊滅した。この戦いで毛利軍が討ち取った首級は4700人余りだったという。まさに毛利軍の完勝だった。その後元就は10月11日まで厳島に滞在して戦後処理に当たった。血に汚れた厳島を清めよう。そして7日間神楽を奉納し戦死者の冥福を祈ろう。けど春方の腐れ下道だけは死んでも許せねえ。元就は厳島を引き上げ桜尾城に戻ると
ここで春方の首を鞭で三度叩いたという。主君を討ったけど死んでも恥ずかしめを与えねばならぬ。こうして元就は戦いの正当性を誇示したのだった。その後末の残党を滅ぼした毛利元就は春方に擁立されていた大内義長を滅ぼし、厳島の戦い後わずか1年半にして膨張領国を領有し中国地方の覇者へと上り詰めたのだった。